天才王子の赤字国家再生術ショートドラマ第8弾愚痴とのろけは紙一重、はあ、まったくもう上に行ったら。どうしたニニム、ため息なんかついて。ああナナキ、ウェインが仕事を放り投げてどこかに行っちゃったから探してるのよ。サボりか、相変わらずだなあいつは。本当にね、何度言ってもあの性根だけは治らないわ。とはいえ欠点の一つや二つ誰にでもあるだろう。そうは言うけど、ウェインが厄介なのはサボり癖だけじゃないのよ。調子に乗って大ポカしたり、人目がなくなった途端にだらけたり、仕事中なのに私の手料理が食べたいだの、コスプレしてほしいだの、好き勝手要求してくることもあるわ。なるほど、それは確かに厄介だ。